オニキス代表の高瀬です。オニキス代表の智也です。オニキス店長のゆうたです。オニキスアシスタントのあやです。いい意味でサロンのカラーがないんですよね。というのもスタイリスト一人一人の得意なジャンルが違ってて、うちで言うと、代表の構成はハイライトとハイトーンで、店長のゆうたはメンズカット、フェードだったりのバーバースタイルも使えて、で僕はレイヤーカットとウルフカットだったりで、各個人が自分のやりたいデザインを極めながらサロンの強みを出していって、これが今後アヤだったりとかスタッフが増えてスタイリストが増えるごとにどんどんうちの強みが増えていく、プラス迎え入れる人材にもいろんな技術を提供できると、お客様の層もたくさん来ていただけるようにっていう形で、いい意味で決まってなくて他ジャンル攻めていけるような形でできるようにやってます。なんか決まってないよな、ほんまにこのお店のスタイルっていうのが逆に言うとないから、なんかやりたいことやってもらえば一番いいって感じだよね、お店のやり方で言うと。まあ僕ら強制してないですからね、もうやりたいデザイン見せてもらって、他のアシスタントの子もうち僕ら3人以外のデザイン学びたいときにはそれをできるような環境を整えるつもりですし、ちょっと他ジャンルの求めるときにはそこのちょっと精通しているスタッフにも協力してもらってやっていこうかなって感じには。その代表が2人いるっていうのがやっぱり強みなんかなと思う。なんか2つの脳でほんまにこう会社がどんどんいろいろ決定していくっていうか、1人代表だと多分結構こう難しいところもあるけど、それを2人でできるっていうのがオープンして2年で思うかな、それがいいかどうかは分からんけど、そこちょっと俺に聞いてみないとうちの強みって何だ私が思うのはやりたいことをやらせてもらえる環境があるっていうことだと思ってますね。例えば私最初インスタを動かしていく時にカラーとかまだできなくて、けどフォロワーを増やしたいとかそういうのがあった時に、アレンジができるのでモデルさんを呼んでもいいですかって言って相談してやらせてもらったことが最初にあったんですけど、自分のやりたいこととかを相談したらじゃあまずやってみって言ってくれる環境が私は強みかなって思いますはい、思います。給料アップですね。ありがとうございます。でもそういう感じでいくと、うちの店長のゆうたも今はメンズ 100% ぐらいのシェアでやってるんですけど、オープンした時はレディースの方も多くて、オープンと同時に自分の強みを押し出したって感じはあるんですけど、ワンスタイルだけできるってよりも全部をできるようになってからの一個に特化してより強みを引き出した方がいいかなと思うんで、その面ではなんかみんなにレディースの部分とかも聞けるんでいいかなと思います。こっちからこうこれっぽいからこうしろとかじゃなくて、本人が本当にやりたくて楽しいやつを自分で決めてもらって、それに対して今まで僕らがこう10年ぐらいで培ったものを当てはめていくって感じですね。だとしたらこれが必要なんじゃないかなとか、これ勉強した方がいいよって言っていくっていう感じかな。なんかあんまりほんまにこっちから押し付けることってほぼないよ。でそっからなんかそれに応じたなんかレッスンとかセミナーっていうか、ほぼほぼ SNS かな、から引っ張ってきてもらって教えていくみたいな感じかな。その子に、僕と構成だったりとかからいろんな多分スタイリストのデザインとかを見せながら、なんかずっと探してもらえますよね。探しながらで合ってるんじゃないとこういうの好きとか、だからやっぱそこの感じ、本人がまずは最終的には決めてほしいんですけど、それまでの選択肢を広く見せてあげられるかなと思います。でも動画は私がオニキス入る前から、昴生さん、トムヤさん、ユータさんが結構リールをずっとバンバン上げてたので、私もやりたいっていうのを伝えてから、撮り方とか編集の仕方とか、あと作り終わったらこうどうですかっていうのを見せに行って、アドバイスもらって、で自分なりに1日何個か上げるっていうのを決めて投稿してましたね。ちょくちょく私が専属で昴生さんの
アシスタントに入らせてもらってるので、よく SNS とかはコンサルっていうんですか、なんかよく見てもらってて。コンサルでもなんて言うんですかね、こうアドバイス、アドバイスな、こういう方がいいんちゃうとか、再生数とか、まあ、いいね数とか、フォロワーの増え方とかは結構細かく見てもらって、ちょこちょこやって伸ばしていくっていう感じですかね。ここ5年ぐらいインスタグラムを必死にやって売り上げを上げるとか知名度上げるみたいな時代になってるんで、新しく入ってきた子ももうそもそもそれがもうベーシックとして叩き込まれてるから、なんか一から教えるっていうよりももうあとちょっとこうしていったらいいみたいな感じやから、なんか逆に簡単っちゃ簡単やね、スタートは。そっからは難しいけど、もともとフリーとかも普通に来るようなお店で指名をつけていくみたいな感じのお店だったんで、その固定の決まった層みたいなのがなかったんで、でこっちに来た時にその固定を作っていった方がインスタとか伸びやすいってなった時に、一番フェードスタイルとかそういうのがなんかできたらかっこいいなと思ったんで、そっち路線で初めはインスタをしていくためにやってて、他の女性とかは今まで来てた人をやってたって感じなんで、最初から それを目指してスタイル集めとかをしていった感じですね。なんか意外やもんな、こういう見た目でタトゥーとかも入ってるけど意外と女性のお客さんがつきやすいっていうタイプ珍しいと思う。結構最初おったよね。いや結構根強いです。今でも通ってくれる方は今でもずっと行くもんな、女性の根強い感じの柔らかい、自分で言うの今アシスタントなんですけど、また1年ちょっとでスタイリストになるので、デビューしてすぐには無理かもしれないですけど、もうお客さんをとにかくいっぱいやりたいなって思います。やばいですかこれ。なんか別にいいよ。やばくないですか、編集の仕方むずいよな最終目標はこうもう新規取れませんみたいな、既存の方だけでずっとできるようなのが理想かなと思って、お客様だけをできるよう、ね、ちょっともう一回やりますえどういうこと、お前最終的には予約取れへんような人に顧客だけやりたいけど、そうそうそう、めっちゃ人数やりたいから新規も取れまあ要はあれやね、売れっ子の人ってことです。予約が取れないスタイリストって、そう予約が取れない、ね、顧客の人だけで埋まる感じ、新規だけでバンバン埋まるんじゃなく、顧客の人だけで埋まる感じが理想ですね。そうなりたいと。はい、でも今新規欲しいから絶賛募集中です。今は絶賛募集中ですスタッフたちが今後その、まあ、美容師やりながらちょっと手を広げてやりたい未来みたいなもの、例えばヘアアレンジをしだしたい時に、まあ、自分で作ったヘアアイテムをもっと作りたいだったり、なんなら販売したいみたいな部分の、まあ、相談があった時に、まあ、個人に負担っていうよりかはそれも会社のとしてなんか応援するような形、ちょっと大きく言うとまあ、この10年後とかに独立したいみたいな話があった時でも、なんかオニキスにいながら独立しなくても独立をできるような環境にしたいというか、で、まあ、長く一緒に働いていけるような会社づくりをしていって、まあ、ちょっとせっかく働いてくる身だと長くでいろんな夢を叶えていきたいって思ってます。何でもこう叶えてあげれるような会社にしたいよねっていうのはもうよく話してるから、なんかそのためには僕2人で例えば雑誌に載りたいのであれば、それまでに俺らがつなげとかないといけないし、それこそ独立するなら資金貯めといてあげないといけないしとか、なんかでもみんなが全員すごくならなくてもいいし、個人がまあいくらぐらいの給料でのんびり過ごしたいですって言うんだったら、その夢も全然それで叶えてあげたいし、もう本当に何でもいいからやりたいって言われたことに対してすぐ答えてあげれる会社にはしたいなっていうのはあるから、まあ今年は特にそこに力入れてやっていかないんだなっていうのはあります。まあ僕らの責任ですよね。